は乱世。知識を武器に政策を解いて回る遊説家たちがいた。その中に、危機に瀕する国があれば駆けつける、謎の集団がいた。彼らこそ、牧歌である。これが噂に聞く、不の国か。市場には物が溢れ、人々の身なりも整っている。豊かな文化国家だというのは嘘ではなかったようじゃな。そうですとも旅の学者様。しかし、繁栄しているからこそ危機に見舞われているのです。早めに立ち去られた方が身のためかもしれません。一体何が？もしやあなたがこの国の女王陛下ですかな？いえ、我が国は民主主義国家ですので、王はいません。私は選挙によって選ばれた府の首相、一号です。おう。それは珍しい。古代中国に民主主義とは、ギリシアかな？ここは我が府の誇る大国家図書館です。まだ、完全ではなく、建設途中ですが、古今東西の本という本、もちろん薄い本も集めております。これは素晴らしい。地の宝庫ですな。おお、これは歓喜誌ではないですか。こっちは帰国誌。幻の書誌百科、小説家の書物まである。よろしければご堪能ください。思想家も様々ですが、私が信奉するのは牧歌です。私はその書を読み、心の教えとしてお慕いしております。牧師先生は私の推しなのです。なるほど。推しって？牧師先生の教えは素晴らしい。特に非行の思想、戦争はいけません。我が府では先生の教えに従い、絶対平和主義を掲げております。思考はさておいて、絶対平和主義というのはちょっと逆方向に過激すぎるような。普通そう思いますよね。何を言うのです、愛子将軍。牧師様の僕はペンのインクのことだと聞いております。我が国では国民は皆ペンの力によって戦います。ああ、でも攻めにあらずだなんて、牧師先生はきっとそう受けなのよ。そこも萌えポイントです。何を言っとるんだお前は。僕というのは入れ墨の意味だとかいう説もあったはずですが。ですよね。そして家内。これも我が府の国風に合致するところです。人は差別せず男女の違いを超えて愛し合うべきですよね。いやそういう意味では。血縁とか地縁とかに限定されない、平等な愛情のことを言ったはずですが。ですよね。しかし、そんな兼愛を旨とする我が国にも脅威が迫っているのです。周辺国のうち、公衛府王朝は友好国、パリピカ岩国とは本や絹の交易があるのですが、侵食の三号王が我が国に狙いをつけ、攻め入ろうとしているのです。ああこんな時、かの牧師先生がいらしてくだされば、府の国を守る方策をお授けくださるでしょうに。ふむ。どうですかな首相閣下。牧師先生には及びませんが、私にも兵法の心得はあります。ここは一つ、まずこの布告の武器庫へ案内していただけませんかな？そのようなもの、ありませんが？ないんですよ。なんと？それでは、兵士たちのいる兵舎に案内を。兵士などいません。我が国は絶対平和主義の民主国家。すべての国民はペンによってのみ戦い、税金は大図書館に本を集めるため使われるのです。前からいなかったわけじゃないんです。首相の政策で解散させられてしまったんですよ。俺の部下の精鋭たちも。うわぁ、もしや首相、あなたはシビライゼーションでも真っ先に知識とかの技術を取ってアレクサンドリア図書館を建ててるうちに、蛮族ラッシュで証拠りもなく滅ぼされてしまう遺産中ですな。なぜそれを。しかし、かの牧師先生は非行を解いたではありませんか。武器や兵士などなくても、国を守れるはず。三号王にだって兼愛を解くことができるはず。学者様、どうかあなたも戦わずして侵食の軍勢を退ける方策をお考えください。ぬ。無茶ぶりがすぎる。申し訳ない、うちの首相はいつもこうなんです。ふの国が母国の中で最も最弱で軍備も持たないことは調査済みだ。今日がお前の滅びの日だ。最強婦女子、一号首相め。さあ、兵士たちよ行けー。壁を登って城を焼くのだー。はぁ。待て。攻撃やめー。あれは。三国志ネオオメガトリプル Z の女体化孔明弾。三国志105の父揺れ女戦士、損傷孔弾。
そ、それから俺の嫁、スーパー三国志大戦ネオオメガトリプル X の挑戦隊。そ、そんな。彼女たちには攻撃できない。新諸女兵士の皆さーん。あなた方の武器と引き換えに、ここでしか手に入らない神絵師の萌えキュン抱き枕をお配りしておりまーす。希望者は門の前、3列でお並びくださーい。コスプレ撮影エリアは奥でーす。武装解除してから入ってくださーい。商用ブースでの限定グッズ販売もありますよー。おい、隊列を乱すな。待ってー。俺もー。三王と神職軍は大満足で国へ帰りました。しばらくは攻めてこないでしょう。ペンでできることなら何でもできるという、ここの国民もある意味すごいのう。国中の神絵師、萌絵師を総動員しました。すべて学者様のおかげです。本当に戦わずして勝ってしまうとは。失礼ながら学者殿、もしやあなたこそが？気づかれたか、愛子将軍。さよう、恥ずかしながらわしこそが牧師、牧人弁にござる。やはり。なぜ最初に名乗ってくださらなかったのです？私の最推し、牧師先生。推しやめえ。一号首相はわしの説いたことを誤解しておる。わしは他国へ攻め入るべきでないと言ったのであって、城を守るためには武器も兵士も必要なのだ。さっき神職兵士から彼らの武器も手に入れたな。では武器庫を作って、次は国内で兵士を徴兵して訓練し、城壁もグレードアップして次の侵略に備えるのだ。かつての愛子将軍配下の精鋭たちを呼び戻すことから始めても良いだろう。牧師先生もこう言っておられる。早速取り掛かりましょう、首相。わかりました。それから兼愛と説いたのも、首相の言うような意味じゃないんだぞ。良いですかな、牧歌に限らず新たな思想に触れるときには、もっと十分テキストを用意し、他の思想とも比較して。先生、大変です。今度は稽古家岩が攻めてくるんです。ほんの少し前まで友好関係で、交易も盛んだったのに。薄い本のファンだって増えてたのに。助けてくださいー。やれやれ、今度はパリキ家岩国か。今夜グッズが輸入されていたなら、同じ手は通じんだろうな。一号首相、兵士は揃っているかな？壁はアップグレードしたか？いえ、それがまだなんです。だってもうちょっとで大図書館が完成するんです。それから手をつけようと思ってたんですよ。だから言ったでしょう？あいつらはさっきまで。君は名誉を知る友だね。とか言ってたくせに、次のターンには。ごめんねー、君が次の攻撃目標なんだー。とかって攻めてくる連中なんですよ。ああ、牧人部先生の言う通りにしていれば。だってー。いや、知らんがな。ラブ刺激あるある。歴史上の偉人が脈絡なくヒロインを助けて去っていくことがある、